日常演舞の食旅へようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちら業務スーパーのミニプラリネチョコレートというものを食べたいと思います。こちらがおそらく基準となるであろうトリュフ、こちらがコーヒー、オレンジ、どれも美味しい。ではまず代表としてトリュフチョコレートに顔を出していただきましょう。中はこんな感じになってますね。ちょっとなんかこぼれそうで怖いんです。はい、こんな感じ。割るのは無理なので、もうこのままいきますね。ではいただきます。これがベースかなと思って食べたら油断した。結構これくるな。好みが分かれそうな味だな。これはチャンネル登録よろしくお願いします。最初に食べたこのベースとなると思ったチョコレートトリュフなのですが、食べてみると結構洋酒の香りがきつかったですね。なので洋酒の香りで好みが分かれそうな気がしました。あと小さな子が食べるのには向いてないかもしれないですね。で、こちらのコーヒーは割とコーヒーの苦味が口の中に広がってきて、チョコレートが甘めなのでそれでうまくこういう風にバランスをとっていて美味しかった。で、このオレンジはまあオレンジということで想像はつくかもしれませんが酸味が強かったですね。でもそんなわーってなるような酸味ではなくて、程よく甘さと中和するようなそんな酸味でした。多分これが一番いろんな方に受け入れられるようなそんな気がする味でしたね。で、今回はまあどれもなんか優劣があるというよりは個々人の好みによって食べ分けてほしい、そういう風な商品だと思いますので、これは全てを通して自分の中ではこちらの点数とさせていただきます。やっぱりチョコレート美味しいですね。お酒には注意です。それでは、蚊がいると木に止まるものや気になるのに、蚊でも木に止まることはあるのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。